皆さんこんばんは。水曜日夜8時になりました。今日も札幌ウェブ始まりました。パーソナリティの後口かなですではなくてですね、今日は後口さん休養のためお休みなので、代わりに私が、水曜日夜8時のパーソナリティを務めさせていただきます。よろしくお願いします。朝日です。はい、私なんですけれども、月曜日ね、夜10時から朝日の札幌音楽箱というものをやらせていただきまして、その番組をやるきっかけになったのがこの番組なんですよね。で、こちらで出させていただきまして、後口かなさんといろいろお話ししたところやってみないかという話になりまして、もう本当にね、感謝しなきゃいけないんですよね。だからちょっと今日は緊張してまして、どうぞ皆さんお手柔らかにお願いします。はい、ということでですね、はい、今日はですね、この番組は音楽番組ということで、今日は、ゲストの方をお呼びしております。早速ゲストの紹介をしたいと思います。今日のゲストは渡辺スタソシアルクラブさんです。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。はい、ということで自己紹介を改めてお願いいたします。はい、江別市出身のシンガーソングライター渡辺スターソシアルクラブです。今日はお手柔らかにお願いしますよろしくお願いいたします。いやー、渡辺さんでいいんですか？はい、いいですよ。いつも呼び方どうなんですか？呼び方は渡辺か、はい、ベスタって呼ばれることが最近は多いです。結構言われますか？最初会った人に。最初会った人には言われないですいや、じゃあそれだって、はい、なんて呼べばいいんですかみたいな。そうですね、よく言われますね。よく渡辺スタソシアルクラブ、はい、ちょっとなんですけど、長いの。なんでこの名前なんでしょうか？映画で、昔の映画で、はい、ブエナビスタソシアルクラブという映画がありまして、はい、キューバの音楽映画なんですね、昔の。それをのポスターが友達の家にあって、うん、それを見た時に、あ、これかっこいいなと思って、俺渡辺だしブエナビだし渡辺スタでいけんじゃねっていう無理やり感から始まった。おー、すごい、いい話聞いた。私すごい気になってたんですけれども、はい、はい、ということで今日は渡辺さんをお呼びしてこの番組やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日もですね、どんどんこちらのチャットの方に参加していただいて、渡辺さんにね、質問や、聞きたいことなどございましたら、どんどんチャットに参加してください。早速見てみますね。マー君が、はい、チャットに参加していただいてます。ぜひぜひ皆さんもどうぞよろしくお願いします。マー君びっくりした。はい、お、何にだろう何にかな。びっくりしました。私もびっくり、2人してね、ちょびっくりしたね、びっくりしちゃいました。ありがとうございます。はい、はい、ということでオープニングですね、この曲かかってるんですけども、はい、なんとですね、渡辺スタさん次に CD 出すということなんですけども、その中のね、まだ、この世に出てない CD、 レコーディングしたての感じですか？そうです。もうマスタリングは終わって、終わってます。終わってる状態のものがこちらにあります。こんな風にねこれをもうこの番組のために持ってきていただいて、今日かけてる、とってもねレアな感じで初公開になっております。いや、めちゃめちゃかっこいいですね、透き通る声で。今日これ、この曲は何曲目です？この曲は一応3曲目、 CD の3曲目に入る予定のバイバイという曲です。こちらバンドバージョンということで、いつもソロで弾き語りなさってる、はい、ということなんですけれども、はい、私自身もね、渡辺スタさんと一緒にライブ出させていただいた、はい、そうですよね、ね、はい、もうすごいんですよ、お客さんすごい、もう黄色い声援この見ての通りイケメンじゃないですか、皆さんね。ということで、いや、私がね、第一印象というか、私って本当にやっぱこういうキャラなんで失礼しましたけれどもやっぱ緊張してたら喋らないと気が済まないんですよね。でも渡辺スタさん、やはりね、
やっぱり落ち着いてらっしゃって、私がもうどんな話しかけても優しく受け止めてくれるんですよね。いやこの人いい人だと思って、もういざライブをね私もやりまして、一番最後だったんですよ ね、 そうだね、あの時は、うん、丸山のリボルバーさんでね、はいはい、やったんですけども、もうねライブやった人がありますね。やっぱりあの優しい渡辺下さんがもう俺についてこい渡辺下みたいな、めっちゃかっこよかったんですよ。それでもうなんかお客さん盛り上がっちゃって、もうアンコールまでねやって、いやもう本当に私ちょっとね終わった後こう言いました、素敵やんって。そうですよね、よくよく覚えてますよ。覚えてますか、ありましたっけ、ね、後ろから素敵やん、はい、素敵やんってねずっと言ってて、もうこの女もうあの時はビール飲んでましたから素敵やん素敵やんとね言っていたという、本当にねイケメンな感じですっごいかっこいいなっていう印象がありましてですね、これから出す CD なんですけれども、はい、あのレコーディングはなんか先ほど聞いたら、はい、スタジオではなくて、あのそのライブバーみたいな、そうです、そこでバンドでねやったということなんですけれども、やってみていかがでしたか、レコーディング。そうですね、一応今回は結構前からその CD の話はあったんですよね、うんうん、でだけど例えばドラムは誰にするとかベースは誰に頼むっていうのが、うん、結構こうあまり決まらない、スケジュールがあんまうまくいかなくて、じゃあ先にドラム取っちゃおうっていう感じでバラバラに取ってったんですよ。あ、じゃあもうみんなで一緒にやるんじゃなくて、やるんではなくて、すごいですね、じゃあクリックだけ聞いて、そうクリックだけ聞いて僕の仮歌で叩いてもらい、それに合わせてベース弾いてもらいみたいな感じでやってました。はい、はい、私も思ったんですけど、はい、さっき喋ったじゃないですか、なんかやっぱりソロの方って弾き語りだけでねやる方が多いんですけど、やっぱりなんか音源ではやっぱりその生で聞けないものをやっぱお客さんとか求めてるなっていう考えが私にあって、だから絶対こういう私がもしあのソロシンガーの人買うなら弾き語り以外のそのバンドバージョンのを聞きたいなって思ったらやってるんですよね。すごいなと思って、はい、はい、ちょっとチャット見てみますね。千歳のプリさんですね、ありがとうございます。おお、CD 早く欲しいって言ってます。いやすごい、渡辺、あ、すいません、ベスタ君かっこいいとおっしゃってます。ありがとうございます。やっぱりかっこいいんですわ、本当にね、そんなことないです、申しております。はい、ということで皆さんこんな風に、はい、いやこれ直に渡辺さんに意見届きますんで、皆さんぜひぜひ書き込んでほしいなと思います。はい、はい、ということでですね、ちょっとプロフィールとかも見させていただいたんですけども、ファジークローバーというバンド結成されていまして、そこで2004年ですね、はい、ボーカルギターで活動していたということなんですね、はい、で、あの2007年に生き物係のオープニングアクトを務めたりしてまして、はい、で、2010年にファジークローバーさん解散して2011年ソロ活動を開始されたということなんですけれども、はい、おっしゃる通りです。はい、すいません、長々と。やっぱりあのバンドでしたか、やっぱりバンドが好きで。そうですね、やっぱりバンドがやりたくて音楽を始めたので、あのそうですよ ね、 すね、私もです。私の話です。はい、はい、でそれからいろいろあってという感じなんですね。そうですね、はい、そういうギターボーカル務めていて、皆さんこれは何人でやられてたんですか。もともとは4人メンバーで、うん、こう時々メンバーが変わったり、うん、2人になってみたり、うん、っていうバンドでした。あ、結構曖昧な、そのバンド、そのやるところによって、そうですね、変わってるという感じなんですね。はい、そうです。でそこからソロになって一人でやろうということになったということなんですね。そうですね。でも2010年に解散して、もう次の年からソロ活動どんどん開始ということなんですけども、はい、今バンドの曲とかもやられてるんですか。一応バンドの曲もたまにやったりします。はい、やっぱお客さんもバンドから見てたよみたいな人とかいるんですか。そうですね、昔からあの来てくれてる人もいらっしゃるんで。わー、すごいですね、はい、でそれでソロ活動されて
て、結構ライブとかも毎回やられてる感じですか、ね、そうですね、ライブはだいたい月1回か2回は平均的に入れるようにはしてます、うん、はい、はい、そのね、月1回2回のライブに私も一緒に出ました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ終わりませんよ。はい、ちょっとチャット見てます。はい、大西ひろさん入室していただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろです、よろしくです。ひろさんですよ、ひろさんに向かって。あ、ひろさんよろしくお願いします。はい、渡辺です、お願いします。渡辺久さんをお送りしております。ということで早速なんですけれども、はい、ね、どういう歌声かと気になるところなんで、 CD だけじゃね物足りないなと思いますので、ぜひ一曲披露していただきたいなと思います。わかりました。今日は何の曲を。今日はですね、一応今回の CD の、はい、まあ、なんて言うんですか、メインの曲にもなっているバイバイという曲を弾き語りバージョンでちょっと歌いたいと思います。私これさっきめっちゃ好きなんですこの曲って言ったらね、ね、言いました。あ、この曲だったんですね。ありがとうございます。あれあれですよね、はい、あれやりましたよね、ライブでも。やりました、やりました。です、わかりました。はい、やりました。私は覚えてます。すごいいい曲ですね。はい、はい、今用意しちゃっていいですか。はい、ということで用意お願いします。はい、渡辺さん、千歳のプリさん、バイバイ好きって言ってます。ありがとうございます。やっぱりいいですね。ちょっとね、はい、ということで、はい、ではお願いしたいと思います。はい、バイバイです、お願いします。会える時はいつも久しぶりで、どれほど待ったんだろう、いつも身勝手な僕の生き様で振り回してばかりさ、思い出はいつの日も雨で茶化して笑ってたけな、私のせいじゃない、怒る顔も好きなんだ、僕だってそろそろ歩き出さなきゃ、会えなくなるけどまた泣きたくなるけど、あなたの声も僕の
えなくなるけど、また泣きたくなるけど、あなたの声も僕の歌もお互い聞けなくなる。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーすごい、なんかちょっと泣きそうになっちゃいましたけど、ちょっとまたやります。なんかうわー泣きそうになっちゃいましたね。皆さんすごいチャットにも書き込んでいただいて最高って言ってますよ。ありがとうございます。はるさんなんてアンコールなんて言ってますけど、ららどうしますアンコールやっちゃいますか。ちゃいますか。いやいやいや、いやーすごい、すっごいいい曲ですね。ありがとうございます。いやなんかこのままずっと聴いていたいなみたいになっちゃったんですけど失礼いたします。嬉しいです。いやいやいや、ということでどうですか。アンコールしますか。まあ気分が向いたらということで、またじゃあなんかちょっと話して。そうですね。話してパンパンパンと。ちょっと、じゃあ、はい、チャット見てみますね。こうやったらチャット行くんだね。そうですね。ソフィーママさんが入室してましてですね。はい、ありがとうございます。5月9日のお花見ライブ行きました。ありがとうございます。お二人を見たく、初チャット参加です。ありがとうございます。おー、お花見ライブに来ていただいた方ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。千歳のプリさんですね。はい。朝日ちゃん、うん、羨ましいと。いや、ほんと羨ましいでしょ。私、すっごいいいの、贅沢だなと今思ってるんですけども、本当にどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。と、この曲なんですけれども、どんな時にできたんですか。これはですね、ちょうどあのバンドの解散の時期とちょっと被ってる頃に、まあちょっとメンバーのことを思ったり、ちょうど春に作った曲だったんで、うん、こう旅立つ仲間のため考のことを考えたり、うん、の友達とか、まあ、大切な人とか、結構このいろんな別れの形っていろいろあると思うんですよ。その恋愛だけに関わらず、悲しい別れもあれば前向きな別れもあって、うん、なんかそういういろんな方向から見た別れみたいのを歌えたらいいなと思って書いた曲がバイバイという曲ですね。なるほどですね、はい、いやすっごいジーンときました、はい、ありがとうございます。次のね、この今持ってきていただいてる CD にも入ってるということなんですが、この曲がやっぱりなんか先ほど歌っていただいた曲が、はい、あのなんか CD のコンセプトというか、そうですね、推し曲っていうか、うん、やっぱりその何をテーマでして、やっぱりあの CD とか7曲入りでっていう、どういう曲が集まったんですかね、この CD には。そうですね、結構あの色とりどりっていう感じもあるとは思ってて、あの一応アルバムのタイトルが決まってるんですよ。あ、はい、があの初めての声と書いて、うん、産声っていうアルバムタイトルに、まさに赤ちゃんですね。そうです、これあの初めて言いました、アルバムのタイトル、はい、聞いちゃいました。皆さん聞きましたか、はい、産声ですよ、産声、はい、で、あの、まあ、初めてのソロ CD ということもあるし、まあ、
新しい旅立ちの末、こう新たな自分から多分こう育っていくっていう意味も込めて、まあ、産声っていうタイトルにしたんですけど、うん、結構レコーディングとかもバンドやられてた時代には経験されてますよね、はい、そうですね。どうですかソロになって違いは、やっぱり違う、うん、やっぱりそうですね、あのみんなでこう息を合わせてこう何回も練習を積んでっていうのをできるのがバンドの強みだとは思うんですよね。うん、そうですね。プライベートも一緒にいたり、ね、そうね、やっぱりこうあうんの呼吸みたいなのができてくるものじゃないですか。こうだけどこうやっぱソロだとその辺もやっぱ自分一人である程度やっていかなきゃいけないというところがあるんで、そうですね、はい、やっぱりなんか違いっていうか音楽やる仲間としては変わんないんですけど、うん、やっぱりそのソロっていう自分一人にしか責任がないのと、うん、バンド全体でやるっていうその曲作りの段階からもう違いますよね。そうですね。やっぱりソロになってから全然曲も変わってきましたか、うん、曲もやっぱ変わりましたね。作る曲はなんかバンドやってた頃は、うん、まずはバンドのメンバーに気に入ってもらわないと曲として採用されないっていうのがあったんで。そうなんですよ、はい、いやめちゃめちゃわかりますね、はい、まずそういうとこから違いですよね。そうですね。やっぱいろんなことにソロはチャレンジできて、うん、まあいいとこもあるし、そうなんですよね。音楽ってね、いろいろありますね。はい、それありますね。何ですかこれ、飲みますか、はい、やっぱ私も皆さんも気になってると思うんですけども、どんな時に曲ってできますかね、なぜさんの場合は。そうですね。どんな時にできるんだろうね。結構寝る前とかは、うん、すごいリラックスしてる時って、うん、あできやすいかなって気はします、ね、なんか作ろうとするよりちょっと休憩しようってした時あそうそうそう、うん、それほど私もそうですねそうですね。やっぱそういう感じですね。やっぱりなんかそういう時に神は降りてきますね。そうなんですね作詞作曲も、はい、自分でやられてるということなんですけれども、はい、歌詞ってやっぱ私いつも苦労するのが歌詞書くことなんですよ。歌詞は難しいですね、うん、かっこいいと思ってもそのリフとかができたとしても歌詞がどうしても出てこない出てこないみたいな、早く歌いたいのにみたいなとこあるんですけど、やっぱり中途半端に作りたくないから、うん、なんかいつも本読んだりするんですけど、全然ダメで、もうなんかふと自分に置き換えた時にあやっと書けたなみたいな感じなんですけども、やっぱそういう歌詞書くのに自分にはこういう影響っていうか与えてくれるものっていつもありますか？まあ、その歌詞の参考になるっていうか、そうですね、なんだろうな、やっぱ映画はすごい好きなんで、うん、映画とかを結構なるべく時間あったら見るようにはしてるんですけど、あとは本読んだりもしますけど、あんまり 本とか読んでそこからこうインスピレーションを受けるってことは今まで経験上あんまないです。ないっすよねなんか言い回しとかはあ面白いなって思うけど、うん、そうですね、本を読んで作ろうと思ってもなかなかね、みんな読んでるでしょとか言うけど読んでないですよね読んでないです。いやー一緒でよかったですねあー安心したこれのダーメです、あげます。あ、ありがとうございますいただきました、ありがとうございましたねバイバイ聞けたということなんですけど、はい、チャットの方もね、ちょっと見てみたいと思います。千歳のプリさんですね、はい、7曲入りだって産声深いと言ってあります。やっぱテーマとか決めるときにそういう意味とかもめちゃめちゃ考える派ですか？あんまりこうそういうの苦手なんですよね、考えるのは。私もパッて、はい、もう思いついたら、思いついたことを言って、そう、後付けです。後あ、これは覚えちゃいます、うん、でも結構そういうのありますよね、はい、でもそれが後付けって言っときながらそれにすごい自分がリンクしてたり、そうなんですよね、するんですよね。はい、じゃあ見てみますね。はい、はい、この中で会話していただきますね、チャットの中で。いや、仲良くなってる。いや、もう素敵ですね、ちょっと仲良くなってます、はい、ってめちゃめちゃ今日すごいいっぱい見てくれてます。 ありがとうございます。ありがとうございます。オフ会しましょう。オフ会、はい皆さんでオフ会しますか、はい、ねこの後どこ行きますとか違いますか。はい、ということで私もね、ちょっと、はい、もうちょっと音楽について質問していきたいなと思ってるんですけども、はい、と影響を受けたアーティストなどいますか？
影響を受けたアーティスト、そうですね、まあ、高校生ぐらいの時に僕音楽を始めたんですけど、はい、その時はグレイさん、ラルクアンシエルさん、シャムシェイドさんっていう、このここがもう僕たちの中では黄金だったんですよね。黄金ですね。その影響を受けてるかと言われると謎ですけど、うん、かなり聞いてたんで、やっぱ根底にはあるとは思うんですよね、そういう J-POP みたいなのが。あ、やっぱ J-POP なんだ、はい、みんな分かんない、洋楽とか聞く、はい、あ、何聞かれたんですか、逆に、はい、私は日本人だったらもう吉井風、イエローモンキー、はい、もう黄金じゃないけどいや黄金ですけど、私の世代じゃないです。あ、まあそうですよね、ですよね。あ、そうです。でもすごい影響は受けてないですね、はい、やっぱりなんか好きだけど影響受けるとは違う。そうなんですよね、好きな音楽とちょっと違うところありますよね、うん、洋楽だったらすっごいいいなと思ったの、ニール・ヤングとか。あ、ニール・ヤングさん、オアシスとかですね。なるほど。最近はもうあれですよ、レッド・ゼッペリン。最近レッド・ゼッペリン寝れない、今来たんですね、ブームが。もう昔から聞いてて、うっさいなと思ってた、はい、失礼です、すいませんね。でもすごいね、あの時代にあれをやったってことが、まず、ね、やっぱり人のやらないこと、私たち音楽する人ってみんな人がやってないことを やりたいけど、うん、なかなかね、やっぱそのルーツとプラス今っていう感じだと思うんですけどね、音楽って。そうですね。いやでも難しいですね、なんかそこら辺が、なんか歌作るのも音楽やるのもそうですけど、そこら辺結構悩みますよね。そこら辺本当悩みますね、うん、オリジナリティってやっぱ難しいんで、うん、そうなんです、オリジナリティです。すごいオリジナリティありますよね、そのキャラが。いや今日出さないつもりだったすいませんね、皆さんちょっと、はい、あ、はい、ということで、あの先ほどね、いっぱい皆さんから、はい、アンコールという声がね、あら、もう400人ぐらいから来てますよ。ほんとやっちゃいます、盛りましたね、ずいぶん。この中の曲やっていただけますか。あ、わかりました。そうですね、その中の曲でじゃなくても、ね、いや、ていうかめちゃめちゃこのかかってる曲すっごい泣きそう。あ、本当ですか。こう涙がすいません。じゃあすいません、じゃあわがまま言っても何やりましょうかね、決まってないですけど、あ、どうしましょう。じゃあこれじゃなくても全然。あ、そうですか、どうしましょうかね。じゃあそうですね、お花見ライブでやった曲にします。あ、お花見ライブでやった曲でいきますか、じゃあ。はい、わかりました。素敵ヤンな素敵ヤングのやつですね。わかりました。じゃあ、あのこれも同じく旅立ちの歌になるんですけど、前回のお花見ライブで急遽会場を見てやろうと決めた曲をちょっとやりたいと思います。お願いします。はい、じゃあマーガレットの花言葉という曲を聴いてください。私は今まるで鳥のよう、向かい風には弱いけれど、どこまでも飛んでいけるのよ、広い海を渡ってゆくの。来る
風に身を揺らせば鳥たちは海を越えて広い空へと咲き誇るの。ありがとうございます。ありがとうございます。あーまたね、ルイセンがね、一緒に熱かったですね。いやすごいよかった、すみません2曲も。いや、ありがとうございます。なんかそうチャットとか見ててもソフィーさんとかこの曲が一番好きとおっしゃってくれてますね。 ありがとうございます。あとチトセプリさんがマーガレットのこのポンっていう最初に叩くやつところが好きと、もう全て知ってますね。さすがです、ありがとうございます。なんかすごい、いや私もなんかすいません感想言わせていただくと申し訳ないですけども、はい、なんか大切な人とかそういう歌詞からなんですかね、いやすいませんね、なんかおこがましいですよね。とんでもないです。いや私すごい泣きそうになってたんですけど、なんかやっぱりいろんなものに通じるなと思いました。なんか大切なもの、はい、大切な人とか、うん、その最初はなんか女の人をイメージしたんですよ、はい、やっぱりだけどなんかそうじゃなくて あなたにもあなたにもっていうなんか広い視野で見てるような感覚に受け取れて、ちょっと鳥肌立ちました。ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございました。この曲がマーガレットという曲なんですね。はい、はい、ということで、なんかすごいね、見てたらすごい面白いんですけど、ね、変顔とかやってくれないのかなって、ね、言ってるんですけど、なんかすごいかっこいいってすごい言ってまして、で、なんかでもベスタ君って変顔もすごいするんだよみたいな。変顔もします、します。するんだよということで、一緒にやりますよ。私もやることになってるみたいなんですよね、はい、これ朝日ちゃん持って帰ったんで、ではまずいきます。はい、3、2、1お願いします。はい、ありがとうございます、はい、お得なガチャピンバージョンね。可愛いじゃなくて、全然変顔じゃないじゃないですか、はい、ということでじゃあね自分はもう今日はじゃあそういうキャラじゃないですから、あれね、いつも月曜夜10時から、ね、僕だけがちょっと怪我した感じ。やりますか。大丈夫です、大丈夫ですよ。いやほら優しいんだ。こう普通やれやれってみんなのおやんやんけど、今日は優しい方がいる、本当に泣きそう。優しさにすいません、どうもありがとうございます。ということで、はい、ここからはですね、プライベートなことについて質問していきたいと思います。皆さんもどんどん質問ね、お願いいたします、はい、いや BGM いいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ですね、先ほどもいろいろ話したんですけど、映画とか見ますか。映画も大好きです。私今ね、私の話ばっかり言ったんですね。聞きたいです。メイン聞かせて。メインブラック。あ、メインブラックか。見たい。はい、あ、新しいやつね。行きますか。見たいですね。ね、見たいですね。今度行きましょうね。はい、ですね、映画、はい、DVD だったらどっち派ですか。映画館派か。やっぱり映画館は、うん、結構時間も決まっちゃってるし、うん、お金もかかるじゃないですか。うん、トイレ行けないし。トイレ行けないし。だからここぞっていう時は映画館なんですけど、うんうんうん、映画館の方が楽しいだろうなっていう話は映画館で行きます。うん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 、でも基本的には DVD が多いですね、僕は。ですね。はい、近くに、家の近くにゲオとツタヤどっちあります。ゲオですね。私もゲオ。ゲオ、でもゲオ行ってたらツタヤ恋しくなりません。そうなんですよね。ツタヤ結構なんか綺麗ですよね。綺麗ですね。綺麗なイメージある、うん、あんま行かなくなったな。でもゲオは安いですよね。安い、 あれはすごい安い。ゲオに友達働いてたことあって、いつもね、あ、何借りるんだろうみたいな思えたくないので、あのこう帽子を深くかぶって行ってたことがあるという。すごくわかりますね、その気持ちは。ね、うん、ありますよね。あります。やっぱ結構借りるときってガバッと借ります。結構ガバッと借りますね。私も、はい。やっぱパソコンですか、あのテレビの画面ですか。テレビで見てます今は。私パソコンです。ああ、パソコン。
あ、そうだね。いや、DVD も進化したもんね。いや、ほんとね。まあ、だろうとか言って。僕もブルーレイが多いですね、最近は。ブルーレイ、はい、もうめっちゃ最近じゃないですか。そうなんですよ。ブルーレイばっかり並んでて。すいません。すいませんね。皆さん、すいません。ほんと失礼しました。はい、はい、ということで、次の質問いいですか。はい。やっぱり皆さん、あの、音楽ももちろんなんですけども、かっこいいじゃないですか。そのね、かっこよさを保つ秘訣なんかないですよね。ないですね。生まれつきです。いやいやでも聞きたいことはそうじゃない。はい、びっくりしました。やっぱそうよ、ギターとか弾いてる以外に、はい、やっぱり休日っていうか自分がもう休みがあった日とかは家とかで何してるのかなみたいな。最近僕あの一眼レフカメラを買いまして。おー、カメラ。もうカメラ小僧っすね。わーお、公園行ってめっちゃ高いじゃないですか。そうですね、もうピンキリなんですけど、僕はちょっとエントリーモデルっていうちょっと初級の方を手に入れたんですが、もう本当に溜まってます。おー、カチャカチャ。景色、景色が多いですね。はい、あ、最近でも曇りの日が多いんで、晴れた日はもうそう、もうどんどん繰り出して行ってます感じなんですね。はい、はい、私もね、お姉ちゃんカメラそれ買ってめっちゃ私のライブとかでもまた撮りに来たり。マジっすか。まあ恥ずかしいね。ちょっとカメラについて話したいですけど。カメラやっぱなんか教室とかもありますよね。あ、ありますよね。今す結構流行ってるみたいで、うん、はい、でも独自な感じで。そうですね、言っちゃってるみたいで。もう切り口は斬新に。今度私撮ってもらっていいですか。あ、いいですよ。もう斬新に言っちゃっていいですか。なんすかこれ、切っちゃうんですか。私どこ入るんだろうみたいな。ね、松並ベスタさんね、面白いんですけど、もうね、最初ライブでもね、はい、もう対バンした時も本当面白い、優しい、面白い、かっこいい、3秒揃ってんですよね。これはモテるわと思ったんですけど、ね、私にもいろいろね、もう優しくしてくるんですけども、いじるとかいじったりね、そこがね、にくいね。ね、失礼しました、本当にすいません。はい、ちょっとチャット見てみましょうかね、はい、ソフィーママさんですね。で、朝日ちゃんの手の動き、釘付け。これこれね、これ今日はちょっとこれで行った方がいいかもしれないね。最後までね、はい、はい、お決まりが、なんかごめんなさい、本当に、はい、みんな渡辺スタさんにちょっと質問してくださいよ、プライベートのこと。もう動きに釘付けでさ、ね、もうこうやってやっとくわ。はい、はい、っていうのね、自ら、はい、自ら超面白い。はい、ということで、はい、あの、じゃあ好きな食べ物とか教えてくださいよ。好きな食べ物、はい、スープカレー、俺大好きです。スープカレー、皆さんライブにスープカレー持ってきてくださいね。じゃあもうじゃあもういいですね。みんなでね、食べたいですね。はい、それいいですね。ね、じゃあみんなでスープカレーを、ぜひあのチュッタよろしくお願いします。ですね、江別出身なんですね。はい、そうです、そうです。江別のどこでしたっけ。江別の豊幌っていうちっちゃい、ちっちゃい町なんですけど。田舎ですか。田舎です、かなり。農家とかだったですか。農家ではなかったです。農家ではなくて、はい、農家をやってるお友達もたくさんいました。うん、やっぱりそんなぐらい田舎で。あ、じゃあ、すいません、そのクラスとか一クラスとかじゃない。あ、そうそう、本当に。え、私も一学年一クラスですよね、はい、なんか恥ずかしくて、他の高校はやっぱいろんなとこ集まるから言えなかったです、はい、何クラスあったみたいな話するじゃない。私1だしみたいな、1たす2みたいな。なんだこいつと思われて、でも恥ずかしくて、はい、田舎なんだよアピールが超恥ずかしかったんですよね。あ、学年1クラス、はい、しかも私17人とかしかいなくて。あ、教室は1学年1つ。そうです。それは羨ましいですね。何ですか。ええどういうこと。僕の行ってた小学校は、はい、あの小学3年生の時なんですけど、はい、3年生で僕引っ越してきたんですよ。はいはい。で、行ったっけ図工室っていうところに連れ立て行かれて、はいはい、ガシャッと開けたらベニヤ板で図工室を半分に区切って3年生と4年生だったんですよ。うそ、はい、すごい、超田舎。その今は嬉しい。マジか、はい、すごい、はい、え、じゃあ
もう授業とかもカーリバンコみたいな感じなんですか？授業もう同時にやります。なんか声がすごい聞こえてくる。え、じゃあ何人いらっしゃったんですか？一学年でも20人あ、いたけど仕切ってあったみたいな。そう、仕切ってあって。いやいや、はい、でも田舎で育つ人、音楽やる人多いって私最近思ってるんですけど、違いますね、それ。やることがないんでしょうかね。いやー、でも音楽ぐらいしか。でも結構なんか自然とか芸術に触れ合う機会が多いって感じてて、だから別になんかそういういい学校行って就職するって考えよりも、やりたいことやろうぜみたいな人が多かった気はしますね。そうなのかもしれないですね。きっとその田舎の血がね、私たちに流れてますよ。なるほど。じやじやと流れてます。だからね、こんなね、こんな雰囲気のね、やっぱりオリジナリティですか、ね、そう、ゴールが見えてないからね。ゴールないから。ゴールが見えてない。そうそう、はい、チャット見てみますね。はい、チャット行こう。はい、千歳のプリさん、はい、私小学校11人だった。はあ、パラいっすね。上には上がいた。まさかの。ありがとう。二、はい、人田舎臭くないって。えっ、やっぱり札幌の汚れた。本当、全然臭くないっすよ。もうね、そっちか。全然臭くないっす。いや、いや、ね、そっちか。いや、そこまでかけてなかった。くそ。すいません。やっぱ札幌に来たらね、やっぱ人って変わるんですね。そうですね。うん。何ですかこれは。いや、めっちゃ今日の放送楽しいですね。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、もうそろそろ、いや、まだ終わらないよ。終わるけど。はい、いや、ということで、いろいろ質問させていただいたんですけれども、次回ですね、ライブ告知ございます。はい、お願いします。はい、こちらですね。あ、こちらですね。お願いします。はい、今週の日曜日というのか、来週の日曜日というのかちょっとわからないですが、5月27日、こちら中之島の駅すぐ近く、徒歩30秒ぐらいのところにあるダイニングバー D のさんというところで、初めて僕がライブやります。はい、スタート6時からです。チケット1300円になってます。はい、ぜひお願いします。はい、はい、あとその翌週6月3日の日曜日に、うん、いつもやらせていただいてますクロスロードさんで、うん、ライブが決まってます。北山直子さん。そうです。はい、はい、前私の番組にゲストに来ていただいたんです。ね、出てらっしゃいましたね。あの渡辺さんのこと本当に推してました。ありがとうございます。本当に恐れ多いです。いやー、ね、みんな支えられて本当ですね。ありがたい。いやー、本当ありがたいです。はい、ありがとうございます。ということで、こういうライブ告知などはこちらのね、ブログ、はい、ブログの方に載ってます。これ見てください。皆さん QR コード書いてくれたから、はい、QR コード、ね、はい、皆さん携帯持ってはい、やってくださいね。これね、この QR コードちょっとよく見るとドラえもんがいるんですよ。隠れドラえもんがね、いる。はい、まあ、ドラえもんいますよ皆さん。これを読み取ってどっか変なところにジャンプしてもちょっと責任は取れないので、どこジャンプするんでしょうね。こんな風にこちらでね、告知とかも、はい、いろいろ ね、ニュースなども私も拝見させていただきましたけども、皆さんコメントがすごいんですね。やっぱり愛されてる証拠なんでしょうかね。ありがとうございます。この CD の告知もどんどん、まだ発売予定は未定ということで、ね、そうですね、はい、発売日は、はい、これからミックスマスタリングと、はい、私も CD 作ってるんですけど、なかなかね、あの発売できない状態。いや、なんかソロってやっぱ難しい。そうなんですよね。なんか一人でやるっていうのっていうか、そうそうそう、やっぱこれも全部やんなきゃって思うので、回ってね、寝れない。ね、大変。ということで、皆さんぜひ、はい、あの発売したら7曲入りですね、はい、CD も買っていただきたいのと、あとこちらのライブにもぜひお越しください。私もぜひ次も共演させていただきたいと思います。ぜひお願いします。はい、ということで最後にですね、ネットテレビをご覧の皆様に一言ございましたら、はい、あちらのカメラに向かってよろしくお願いします。はい、今日は本当に お時間作っていただいてありがとうございます。今日すごい楽しかったです。わー、ありがとうございます。朝日さん、また、ね、出させてください。お願いします。はい、絶対。はい、私の番組にも。あ、ぜひぜひ。お願いします。もっと弾けますから。あ、本当ですか。恐ろしいですね。はい。はい、頑張ります。いやー、恐怖に感じているのか。そっか。
ということで、はい、こんな感じでですね、今日本日のゲストは渡辺ソシアルクラブさんでした。はい、はい、ということで、また今回は代理で務めさせていただいたんですけども、月曜日夜10時から朝日の札幌音楽箱もやっておりますので、そちらもぜひ皆さん見てほしいなと思います。では今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。では皆さんまた来週。